こんばんは。1月29日金曜日の夜でございます。平山茂と申します。この動画ではですね、毎日見てくれている人の背中をですね、少しでもさすりたいと思ってですね、毎日大丈夫だよって言っております。それでは今日も行っちゃいます。時刻は2時37分、名古屋市にある大高緑地公園に来ております。今日はですね、風が非常に強いんですね。なぜだか。で、まあせっかく風も強いし、風の音を聞きたいなと。なのでちょっと風の音を聞きに行きます。僕自然が好きなんで、ちょっとね、今日はね、面白くないかもしれない。もうそれはもう仕方ない。もうこの動画はね、僕がもう好きなことをやるだけなんで、本当にすいません。じゃあちょっと風の音聞きに行きましょうかね。行きましょう。よし、行ってきますよ。思ったより風の音がしない。もっと風がブワーって吹いて、竹がブワーってなって、音がゴーってなって、あそこ気になるね。ちょっと後で行ってみようかな。今の鳥は何ですか？いや、すごいな、ここは。なんか鳥がいましたね。見たことない鳥が。思いのほか本当に風がない。結構ね、自然のというか、野鳥も結構いるということですね、ここは。お散歩にいいかもしれない。なんかすごい開けてきた。ちょっとカメラ回しますよ。こんな感じになりました。行ってみましょう。すごいね。すごいじゃん、こんないいとこあるんだね。初めて来ましたけど。いや、これが風の音ですよ。
これはなんだ、わかんねえな、初めて見たな。よし、行ってみよう。ここは竹林ではないけど、何なんだろうな。道が一応できて、どこに繋がってるのか全く分からない。今日はですね、竹林をちょっと散策してですね、竹林、この竹の揺れる音、風の音をですね、ちょっと体感していただきたいなと思ってやってまいりましたけども、非常に素晴らしかったんじゃないかなと思います。大丈夫ですね、大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫、うん。本日もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。